リンカーンの秘書の名前がケネディです。え、でさらにケネディの秘書リンカーン。うわー、何で言ってんの。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。よしでーん。よろしい。Yes we can。Yes we can。Yes we can。もう一回来てほしかったな。もう一回。今日はね、もう待ちわびてたわけですよ、この日を。はい、前から俺が興味を持っていたやつです。そう、温めていた。興味を持っていた。そうですよ。いいじゃないですか。アメリカ史上最大の謎の一つと言われているね、はい、都市伝説でございます。あ、ジョン・F・ケネディ殺害事件。あ、そうですよ。あ、知らない知らない知らない。合ってんのこれ。いや、結構有名だよね。ジョン・F・ケネディがここにいるんだから。はい、じゃあ、先読みされた。すげえ。はい、じゃあちょっとこれみんなにも見せましょう。ジョン・F・ケネディと、アブラハム・リンカーンですね。すげえ、なんだ。アブラハムって見るじゃん。アブラハムは知らねえな。アブラハムってなんか昔の王国のなんか大統領みたいなイメージじゃない。昔の王国の昔の王国の大統領です。そう、このね、二人のね、大統領なんだけど、まあ顔と名前ぐらいはわかるでしょうと。この二人はね、偶然とは言い難い奇妙な共通点がいくつか存在しているんですというね。奥さんが一緒。奥さんが違うね。大がこんな話してる。それもね、ちょうど100年差なんだよね。ああ、そうなの。大はこれだけど。大はこれだけど、ちょうど100年違いで、いろんな共通点。こんな変わってんの。やばいね。そう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 。それは偶然とは言えないんで、ちょっとそれを、なるほど、紹介していきます。興味深いですか。奇妙なんで。最初に言っておくけど、共通点かなりあります。かなり、うん、このリンカーンとケネディどっちも4人の子供がいます。まあ、まあ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 、それはね、2人とも30を過ぎて結婚しています。まあ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 、それはね。3つ目、20代で姉妹を亡くしています。へー、ちょっと奇妙な、まあまあ奇妙なね。4つ目、大統領在任中に息子を亡くしています。え、5つ目、60年に大統領になってる。100年違い。あ、まあでも言うてね、まだ偶然かもしれないと。まあ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 、まあ、まあ6つ目ね、どちらも南北戦争に結構深く関わっています。リンカーンっていうのはこのアメリカの南北戦争、こう南部と北部でその奴隷反対、奴隷賛成、あー、だから黒人問題とか、黒人問題。あー、7つ目ですよ、どちらも暗殺されてるんですよ。まあ、これがリンカーンなんだけど、これ映画を見ている最中にこの人に撃たれてやられてしまったわけですね。めっちゃ近いよ。めっちゃ刺激じゃねえじゃん。そう、まあね、射撃じゃねえ。で、ケネディがパレード中に出ました。そう、この車でパレード中に頭を狙撃されたと。この狙撃やばいよ、ね。はい、うん、これは結構有名だと思う、ね、知ってる人結構いると思う、うん、スキルいるよ。で、まあ共通点8個目としては、どっちも隣に奥さんがいるっていうね。おお、都市伝説だな。やばいな。なんかね、こんだけ会ってくるとさすがにね、ちょっとざわめちゃうと言いますか、ね、共通点9つ目として、うん、どちらもね、この事件が起きて付近にいた人とか身の回りにいた人が不審な死亡をしたりとか、急に失踪したりとか、人が消えたりとか、なんかそういうことが起きてる。どっちも。10個目の共通点、この2人をやった暗殺者が生まれた年、39年。え、暗殺者、その暗殺した人が生まれた年が39年。すごいね。全然共通、怖くなってきた。そうそうそう、いや、これはもう呪いとしか言いようがないな。おー、呪いね。11個目の共通点として、リンカーンを暗殺したこの人物、はい、ブースといって、このケネディを暗殺した人物がオズワルドというんですけど、はいはい、この2人暗殺して裁判するって時に、その裁判前に殺されてます。え、殺されてます。その暗殺者が、そう、この暗殺者も殺されています。さらにですよ、12個目、リンカーンの秘書の名前がケネディです。え、リンカーンの秘書がケネディ。リンカーン、やばい、やばい。で、さらに、ケネディの秘書リンカーン。うわー、なんで言ってんの。もうやばい、もうやばい、それはやばい、あかんでしょ。なんかある、これはもう、これはもうやばい。何ある、これ、それ、何ある。俺に聞くね、言っちゃうぞ。俺何も全部言ってんだ。
13個目の共通点、このリンカーンとケネディの副大統領の名前がどちらもジョンソンです。やばい、ジョンソン。しかもこの2人のジョンソン、どちらも8年生まれです。すごいね。暗殺された後にこの2人が大統領になってます。へぇ、でもここでね、だいぶ確信に迫る事実が1個ありまして、この2人のジョンソン、はい、エリア51の役員とか。あ、違いますね。取締役違います。何ニコニコしてんだ。いや、おもろすぎやろ。結構今すっごいやつなんだよ。お前が突っ込んでくれてもいいんだよ。そんなね、ボケ突っ込みやってる場合じゃない。なるほど、そんな助言じゃ。なんだと、このジョンソン、はい、フリーメイソンの会員。うわ、すごい。フリーメイソンの取締役だったんだ。ちげえよ、だから取締役から離れろ、だから。二人の副大統領が後に大統領になってることから、多分もともと大統領になって世界とか政治とか扱いやすくするためにこの暗殺計画をフリーメイソンが立てたんではないかって行くない言われております。もう先の先の先まで全部読んでるってこと。はい、先ほど言いました2つの事件、身の回りの人とか不審な死を遂げたりとか失踪があったり急に人がいなくなったり、そういうのは多分内情を知りすぎた人間を多分フリーメイソンが消してるんじゃないかっていう14個目の共通点として、リンカーンとケネディの文字に注目していただきたい。こちらをどうぞ。これリンカーンってね、どちらも7文字で5種類のアルファベットで構成されているんですね。なるほど、2個かぶるもんか。これ見ればわかるでしょ。これで、さらに副大統領のファーストネームがこれちょうど6文字っていうね。アンドリーで、この暗殺者がミドルネームがあって、うん、そのミドルネームがどちらも15文字なんですよ。どちらもぴったり15文字、うん、フリーメイソンっていうのは以前から数字の組み合わせとか、うん、文字の組み合わせとか、うん、すごいことだ。サブリミナル的なこのメッセージとか、そういうのを好んでよく使う組織なわけよ。で、そういう点からも見て、これのもうあからさま、あからさまっていうか、もうどう考えても一致、綺麗に一致してるってことは、もうよりフリーメイソンなのではないかって言われてるわけですよね。なるほど。ということから、まあフリーメイソンっていう説が結構濃厚なんだけど、それと同じぐらいね、大きな説がもう一個ありまして、実はね、大輝がさっきね、アホみたいに言った呪いっていう話があったんだけど、アメリカ大統領の間で恐れられている呪いっていうのが存在するんです。20年っていうスパンで就任した大統領が不幸に見舞われている。それをまとめた年表があります。こちらです。おー、そんなことはねえ。まずウィリアム・ハリソン、就任後わずか1ヶ月で急死、20年後リンカーン暗殺、まあ、今回はそのリンカーンとケネディで、まあ、100年違いでまあ扱ったけど、実はそれだけではなく20年おきにこういったことが起きていたと。じゃあ一体なんでこうなってしまったのか。まず呪いの名前、手向かせの呪いです。言い直します。テカムセの呪いです。テカムセね。テカムセなんだ。18世紀初頭から19世紀、この時代先住民、もともといた人とヨーロッパから土地を侵攻してきた人で、こう争いが続いてた時期だったんだよね。この先住民のリーダーがこのテカムセという人物で、そのテカムセに対してこの政府側の人、まあ、こっちを侵攻する人の名前がウィリアム・ハリソン。テカムセ対このウィリアム・ハリソンで土地争いをして、テムズ川というところで勝敗が決したわけ。テカムセが負けてしまうわけですよね。で、ウィリアム・ハリソンが勝って、まあ、それでおめでとうってなって大統領になったわけ。ただそこで大統領になってわずか1ヶ月でこれ急死してしまうわけですよね。なんでこれ起きてしまったのかって言ったら、テカムセの呪いって言われてるんですよ。このテカムセという男、この弟にテンスクワタワという人物がいて、はいはい、テンスクワタワ、ビーディービーディーテムカセ A でそいつビーディーあれですね、弟ですよ、弟弟がそういうなんか予言的な、そういう占いの力を持っていたと。この男が死ぬ間際に大統領20年おきに不幸になれっていう呪いをかけて、この20年おきにこういう事故が起きていると。え、80年はなんかあった。80年80年はなんかあった。80年そこですよね。そこもチェック済みですか。やっぱ気になりますよね。気になりますよ、はい、1980年と2000年、まあこれも20年起きじゃないですか。この2人の大統領も命こそは助かったものの暗殺未遂に遭ってる。
うわ、だから決して1960年で呪いが途絶えたわけではないわけです。きつ。だからつまりこの2020年、来年なる大統領はテカムセの呪いの犠牲者となってしまうかもしれません。うわ、信じるか信じるかはあなた次第。すごい、今日すごいね。これはすごい。しかもさ、来年オリンピック、じゃあこれも予言でさ、もう日本でオリンピックとか、あ、それ関係ねえよ。関係ねえ、全然関係ねえよ。全然関係ない。余計なこと言う。今、そう、あれやってますから、大統領選挙もうすぐ始まる。そう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 、もしかしたらトランプが勝ってなるかもしれない。これね、恐ろしいサクセスストーリーが見えましたね。これ予言すると、フリーメイソンだと思われるかもしれない。やばいやばい。先に言っときます。僕はフリーメイソンの役員ではないんです。オバマ、再当選する可能性あるらしい。そうなの。黒人と言われる方じゃないですか。そうだね。昔からアメリカで黒人の人が、てかまずなったことがないね。殺されちゃうから。だから超命の心配をずっとされてたの、オバマ大統領の時は。ということは、再当選して20年に抜かれてしまうのではないか。やばい。これはマジであるんじゃないですか。そう。結構考えられる。怖すぎる。見てるみんなももうすごいためになったと思います。これでね、もっと伝説もっと好きになる人増えちゃうと。おお、この伝説素晴らしいと思った方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。